はい、こんにちは、トラナネコです。今日は、黒い砂漠のコンテンツの一つである、ラキアロホリの解説をさせていただきたいと思います。まだまだ、極めるには経験不足なのですが、ラキアロ入門として見ていただけたらと思います。もし質問したいことなどありましたら、配信もしておりますので、気軽に質問してください。ラキアロ以外の質問でも、わかる範囲でお答えしても。それでは、ラキアロって何？という方のために、これです。このお花がラキアロになります。ラキアロ掘りって、このお花を根を傷つけないで掘り出すと、大金を手に入れられるゲームになります。どれくらいの大金かっていうと、5段階を無傷で掘り出せば、なんと、1億シルバーで。段階と、成功率によって金額が変わります。1段を 100% でクリアすると、高級ラキアロ、300万シルバー。2段をクリアすると、太いラキアロ、500万シルバー。3段を、クリアすると、小ラキアロ、1000万シルバー。4段を 100% でクリアすると、熟成ラキアロ、3000万シルバー。5段を 100% でクリアすると、原始ラキアロ、1億シルバーになります。骨を傷つけちゃうと、少しずつ段階が落ちてって、シルバーもね、減っちゃうんですけれども、これはいろいろ試してやってみてください。ゲームの内容としては、マインスイーパーというゲームと同じな感じだそうです。ラキアロ掘りって長いので、これからラキアロって言いますね。ラキアロをするには専用のコアが必要になります。クアね。ドスターのクア、ドスターの鋼鉄クア、魔力のマノスクアって3種類あります。ドスターのクアは緑装備で使い捨て。ドスターの鋼鉄クアは青装備で強化ができるものになってます。この二つは材料商店で買うことができます。で、最後に魔力のマノスクアっていうのは疑惑装備になります。ボス武器と同じ感じになりますので、とてもいいんですけれども、買うのも、改造するのも、とても金がかかります。なので、最初は、ロスターのクワとか使って自分に合うコンテンツかなって試してみてから、マノスクワを買うのが良いと思います。そう。ドベンクルンにいる NPC のドスターさんからチュートリアルの依頼も受けられます。クアもね、もらえるので、試してみてください。補足なんですけれども、このドスターさんからもらえるチュートリアルで、ラキアロを 100% 掘ることは、不可能です。
僕らの性能的に 100% で掘るのは無理なので、残念にならないでください。とね、野生野草が掘れただけでも才能があるかもくらいの、感じなので、チュートリアルではラキュラオロの感じだけを体感してみてください。では、実際に掘りながら解説していきたいと思います。こちらがラキアロの画面になります。真ん中にお花があって、周りに 12×12 マスあります。この周りのマスの中に根が埋まっているので、根を傷つけないように掘り出しましょう。実際は、14マス ×14 マスのとても難しいラキアロもあるのですけれども、ルールとかも違うので、この動画では割愛させていただきます。それでは画面の解説になります。はい、右上を見てください。これが、ラキアロの段階、一番上が段階。これだと2分の1ってなってるんで、このラキアロは2段階のラキアロになります。なので1段目と2段目を掘ると、報酬がもらえる感じになります。で、その下が、と、埋まってる根と土と石の数になります。この動画だと、土が67個、根が56個、石が5個になります。その下がもらえる報酬になるんですけれども、これ練習用のラキアロなので、ここ野生野草になってるんですけれども、本物のラキアロだと、ここがラキアロになってます。で、無傷で掘り出すと、一番上の 100% の報酬になります。で、傷つけた回数によって、このランクが下がってって、値段も下がっていく感じ。で、ここがパーセントになります。で、一回傷つけると、90何パーセントになっちゃうので、一段下がってね、ここはちょっとずつ減っていく感じになります。で、その下がさらに、桑の耐久度ですね。で、あとその下が、朝掘りの回数、浅く掘れる回数になってきます。この浅掘りとか深掘りに関しては、後で詳しく解説いたします。それでは、まずは掘るにあたって、どこに根があるかを推測するためのヒントになることを説明したいと思います。一つ目は、根の長さは6マスから9マス。6マスから9マスになります。から花から1マス目が出て、2,3,4,5,6,7,8,9 とか、という感じで入ってきます。画像出しますね。
こんな感じの10マス根が伸びてる感じになります。で、二つ目のルールが、花から出る根は必ず太い根が出ます。そして5マス目が太い根から細い根になる、太いから細いのマス。で、6マス目から9マス目は細い根になります。で、この画像を見てもらっても分かるように、こんな感じで5マス目がギュッて細くなって、6マス目から細い根になっていく感じです。これが根のルールになります。次に、掘り方ですね。浅掘りと深掘りに関して解説していきます。まずは、浅掘りの方法についてです。浅掘りは、掘りたい場所の上でマウスを右クリックすると浅掘りができます。マウスを右クリックして浅掘りをした場合、そこが根だったら、そのまま一マス根が掘れて、浅掘り回数が1回減ります。で、そこが、もし土か石だった場合は何も掘らないで浅掘りの回数が1減ります。では実際にやってみたいと思います。その前に、解説用のエクセルのシート出しますね。これ使って解説していきますね。では、左上の C の3、このマスですね。123、123、C の3のマスを浅掘りしたいと思います。いくよ。はい。今、右クリック浅掘りしたら、これ右下に根がちょろっとあるの分かるかな？これ根が出た感じです。それで、浅掘り回数が1回減りました。ね。で、浅掘りだと根を傷つけないで根を掘ることができます。もう一回浅掘りしますね。ここはサボり。A の7かな。はい。今ね、サボりしたんですけれども、J の7は何も起きませんでした。で、サボり回数が1回減ったんですけれども、ここにね、サボり回数が減りましたよっていうメッセージが出るのでわかると思います。今 J の7を浅掘りして何も起こらなかったので、ここは土か石っていうことがわかります。これが浅掘りになります。浅掘りだと根が出ても根を傷つけないで済む。そして根が根じゃない場合は、何も起きないですね。はい。それでは次は深掘りの解説になります。深掘りの方法は、そのマスの上で左クリックになります。では実際深掘りしてみたいと思います。ここね、J の7は2じゃないのが分かってるので、
ここを深掘りしたいと思います。いよ。はい。ここは石でしたね。こんな感じで、左クリックをして、土か石だった場合は、こんな感じで掘れます。そして深掘りの場合は、掘ったマスの周りのマスも一緒に掘られることになってます。で、周りの土が掘られる数は、クワの種類と解像度によって決まってきます。うちのクマ、うちのクワは、マノスクワの鎮産なので、周りが掘れる数は6箇所になります。鎮2だった場合は5箇所、鎮1だった場合は4箇所だったと思います。掘られる優先度になるんですけれども、今 J の7を深掘りしたんだけど、深掘りしたところを青にしますね。で、掘られた部分を紫にします。で、掘られる、掘られる場所の優先順番っていうのがあって、この順番で掘られていくようになります。左上からね、1、2、3、4、5、6、7、8っていう順番で掘られます。で、うちのクワだったら、この青いマスの周りの6マスが掘られるはずなので、本当だったら1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。こういう感じで掘られるはずだったんだけど、実際は、この右下の6と8しか掘られませんでした。この場合、この1、2、3、4、6、7は、根が入ってる、根か石だっていうことがわかります。深掘りのね、ルールはこんな感じになってます。では、一応、深掘りで根を掘るとどうなるかを見せておきたいと思います。ここ根が入ってるんでね、深掘りしてみたいと思います。こんな感じ。根が切れて赤く点滅します。そして、右の商品価値のパーセンテージは 98.6% に下がって、段階が1個下がってるのがわかると思います。なのでね、根をこうやって深掘りで切らないように、この土を全部掘り出すのが、ラッキーアロー掘りになります。ラッキーアローのルールの説明は以上になります。このルールに沿って、根を傷つけないように、ラッキーアローを掘り出してください。
このデーモン動画では攻略法などの話はしないようにしたいと思います。実際にプラキャロして自分のひらめきに感動したり、掘り切った充実感を得たり、もっと上手に掘りたいって思う気持ちになったりとか、いろいろをまず体験して楽しんでください。うちのチャンネルではゲーム配信もしてるので、わからないことや質問とかあったら気軽に遊びに来て話しかけてください。最後によかったらチャンネル登録とツイッターのフォローをお願いします。それではまた会えるのを楽しみにしてます。ではでは、お疲れにゃーにゃん。バイバーイ。